DAW レッスンの鈴木です。今回は Mac でインターネット上からダウンロードしてきたアプリケーション、こちらのインストーラーを起動すると開発元が未確認のため開けませんというエラーが出てしまった場合の対処方法、インストール方法について見ていきたいと思います。結構プラグインとか音楽系のソフトネットからダウンロードしてきてっていうケース多いと思うんですけれども、最近の Mac ですと App Store 以外からダウンロードしたものに関してセキュリティが厳しくなっていて、このようなメッセージが出てしまうというケースがあります。具体的に見てみましょう。例えばこんな感じですね。今キルヒホフ EQ のインストーラーなんですけれども、これは開発元が未確認のため開けませんと、こういうアラートメッセージが表示されてしまうと、何回やってもそのままだとインストールできないんですね。その場合にどうするかというと、実はこれ簡単で、インストールしたいファイルを右クリック、もしくはコントロールクリックして表示されるメニューの中から開く、こちら選択してみてください。そうしますと開発元を検証できません、開いてもよろしいですかという少し違うメッセージが表示されるようになります。この状態で問題なければ開く、クリックしていただきますと、これでインストールができるようになります。実はこれもう一つ方法がありまして、最初の確認してくださいってメッセージが出てしまった時に Apple メニューシステム環境設定の中にあるセキュリティとプライバシー、この画面を開いていただきますと、今はこの画面は表示されていないんですけれども、この下の部分に開発元が確認できないため開けませんよなんてメッセージが表示されます。その状態で右側にこのまま開くというボタンが表示されますので、そちらをクリックしていただいても開くことができます。たったこれだけのことではあるんですけれども、知らないと結構つまずいてしまいがちなポイントかと思いますので、ぜひ覚えておいてください。ということで今回もご視聴ありがとうございました。